무서운사람이었구나. 魂は死せず、またさまようこともなく受け継がれるのみ。幸いなるかな、命の結束。世はすべて林間の断りの中に。どうしてここにお墓作るも？おっちゃん、村に返してあげないのかも。命を落とした場所に埋めてやるのが傭兵の魂の弔い方なんじゃ。ごめんなさい、バンダムさん。私が、あんな奴らの話を聞いたばっかりに。ごめんなさい、ごめんなさい。君が悪いんじゃない。いずれあいつらは俺たちの前に現れたと思う。俺たちみんなバンダムさんに命を救われたんだ。今はありがとうって送ってあげよう。バンダムさん、俺戦うよ。俺の戦をホムラと一緒に。ホムラ、一生起きないんじゃないかって心配してたんだ。ところでホムラ、昨日のことなんだけど、光って言ったっけ？なんで急にあんな風になったの？それは私も知りたい。あの力普通じゃなかったよ。あれが天の聖杯の本当の力？あんたの身に一体何が起きたのかちゃんと説明してよ。トラも知りたいもん。ホムラちゃんすんごく強かったもん。なんでも、なんでも。これ、予算かお前たち。あれは、つまり…どうして、どうして私を起こしたの？起きたくなかったのに、出てきたくなかったのに。この力を使いたくなかったからあの子に代わってもらっていたのに。なんで起こしたの？起こすって。君がもっとしっかりしてれば起きずに済んだの。この力を使わずに済んだの。バンダムって人に言われてたんでしょ？力を効率よく使えって。今は逃げろって。無理して無茶して。でこれって
もう最悪じゃない。なんであの時。分かってるよそんなこと。分かってたよ、あのままじゃダメだって。レックス、それでも俺、あいつらに君を渡したくなかった。君を守りたかったんだ。やだ。とにかく疑問があったらあの子に聞いて。以上、あとよろしく。ああずるい、ごめんなさい。皆さんお騒がせしました。チェミスター。私とミツは天の聖杯、この世界を消し去ることができるほどの力を与えられて生まれたブレイドでした。ミツも天の聖杯なの。ある時、一人の男が神に会うために世界樹を登って楽園を目指しました。でも楽園へとたどり着いた男は神には会えませんでした。男は神の御座にたどり着いた証としてコアクリスタルだった私とメツを持ち帰りました。そしてアルストに戻った男はメツを目覚めさせたんです。何のために目覚めさせたのかはわからない。欲のためか、力のためか、それとも。目覚めたメツは天の聖杯として与えられた力を、世界を消し去る力を振るいました。何の疑いもなく、純粋にそれが当然のこととして。私はそんなメツを倒すため、一人のドライバーの求めに応じて目覚めました。私とメツは戦った。激戦の末、私はメツを倒すことができたけれど、その戦いで三つのアルスが沈んでしまった。戦いの後、私はこの力が二度と目覚めることがないよう封印し、この姿、この人格となって眠りにつきました。500年前の出来事です。聖杯大戦じゃ。光を目覚めさせたのは五王国イーラの英雄アーデル。アデルは世界を守るため光のドライバーとして戦った。でイラが死ぬ。アルスもその戦いに加わった。人と共に生きる、それがわしらアルスの定めじゃからの。ちっちゃん、アデルは眠りについたホムラを一隻の船に隠し、誰の手も届かぬ雲海の底深くに沈めたんじゃ。その船を俺が見つけたのか。そして俺とホムラは、私たちの出会いは運命だったと思います。出なければヒカリちゃんは目覚めなかった。ヒカリちゃんって呼んでるの。あの場所、夢の中の楽園で、私とヒカリちゃんはいつも話をしていました。いつか私たちが目覚める時が来たら、その時は楽園に帰ろうって。帰って私たちの本当の目的を果たそうって。それは再びメツを倒すっていうこと。
이라의 아들은 세상을 구하고자 했는데 그럼 신은 이라의 우두머리인데 왜 죽이려고 할까? さっきはごめんなさい、ひかりちゃん、あんなことを言って。ひかりちゃん、レックスのことを守りたい一心で出てきちゃったんです。自分に施した封印を解いて、天の聖杯としての力も使って、私が使うこの力は、そんなひかりちゃんの天の聖杯の余剰エネルギーだったんです。気にしないでよ、俺が力不足だったのがいけないんだ。それより、本当のこと話してくれて嬉しいよ。そしてありがとう、みんなを守ってくれて。守った？私が？ホムラの力はすごいよ。伝説は本当だったんだなって思った。ごめんなさい。私、ホムラってさ、よく謝るよね。それってさ、光の聖杯の力を気にしてるからだろ。俺さ、ホムラがそんな風に謝らなくてもいいように、悲しい顔しなくてもいいようになりたい。うん、必ずなるよ、レックス。力はそれを使う者の心の形、バンダムさんはそう言った。ホムラの力はみんなを守る力だ。守られた人たちはみんな笑顔になる。ホムラやみんながいっつも笑顔でいられるようなドライバーに俺はなる。女を泣かせるやつは最低の男だ。女を笑わせるやつは最高の男だ。サルベージャーの合言葉その3ってね。ちょっと手伝ってほしいもん。わかった、今行くよ。そうだ、今日の晩飯何？ミートボール入りポトフとかどうです？おお、そいつは楽しみ。あれがレックスという子じゃ。悲しみを笑顔に変えて明日への力とする。似とるじゃろ、アデルに。アデル환생이구만。그래서깨어나고。これは？それを持ってアーケディアへ行け。その探検の持ち主が楽園への道を開いてくれるだろう。これブレイドの武器だよね。持ち主って誰なの？わしのドライバーだった男だ。ドライバーって、え、まさか。コールはブレイドじゃ。聖杯対戦を共に戦ったな。本当の名をミノチという。ブレードなのにおじいさんみたいだもん。なんでも騎兵のもの、マンイーターだからな、わしは。マンイーター？人の細胞と融合を果たしたブレードのことだ。聖杯対戦よりずっと以前、人とブレイドのさらなる可能性を模索した者たちがいた。わしはそんな者たちの手によって作り出されたブレイドの慣れの果てだ。昔の人はどうしてそんなことをしたの？人間と融合したブレイドはより得意な能力を身につける可能性があったからだと聞く。だが成功例はわずか、ほとんどが失敗したようだ。ああ、わしもその一人。わしはその代償として無限の寿命を失った。もうあまり長くはないだろう。
おじいちゃん。それがついえる前にお前の行く末を見てみたい。その探検は同票だ。歩いてくれるか。ああ、もちろん。俺からも一つお願いがあるんだけど。なんだ。今度はさ、バンダムさんの物語書いてくれないかな。バンダムの？うん。そして劇団の人たちに演じてほしいんだ。楽園を見つけたら報告に戻るからさ、その時に見せてよ。そうだな、それがわしの責務かもしれんな。いいだろう、約束しよう。その代わり必ず戻ってこいよ。わかった、約束するよ。ベニトラの彫刻と一緒。おお、見せた。え、かいねんの。任せてくれ、活躍を約束する。もっと来たんだ。
이 바람이 무후후 이다텐이 맡아서 두게바 문제 나이 뽀 무기마다 없는 게 좋다. ご期待に応えます。
足手まといにならないよう頑張ります。血がたぎれ。ざっとこんなもんだよ。あった。やがっぱり。몸불이야? 뭐? 나간다고 기다려. 이것만 마무리하고. 혼난다. ざっとこんなもんだよ。ね、ちょっと밥먹고올게요。